それでは、帝国となりましたので、セミナーを開催いたします。本日はお忙しい中、アドバンスシミュレーションセミナー2024第2回、ペプチド創薬を加速する分子動力学シミュレーションと深層学習にご参加いただき、誠にありがとうございます。司会進行を務めます、営業部の小沢と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 本セミナーにご参加いただく皆様へお願いがございます。まず、質疑応答につきましてのお願いです。先生のご講演後に質疑応答のお時間を設けております。手を挙げるをクリックしていただきますと、司会より順番にお声掛けをいたします。ご講演中に Q&A 機能を利用してご質問いただくことも可能です。 いただいたご質問は質疑応答のお時間にご回答させていただきます。マイクをお持ちでない方はこちらをご活用ください。また、ご質問をされる際はご所属とお名前をお伝えください。活発な意見交換の場としていただけましたら幸いです。また、アンケートにつきましてのお願いです。セミナー終了後、 解析ボタンをクリックしていただきますと、アンケート画面に移行します。今後のセミナー運営の参考にさせていただきたく、ぜひご記入をお願い申し上げます。それでは、この後のプログラムをご紹介いたします。弊社代表取締役社長、松原の挨拶の後、東京工業大学、 情報理工学院、情報工学系、教授、秋山豊様より、ペプチド創薬を加速する分子動力学シミュレーションと真相学習についてご講演を賜ります。ご講演後に質疑応答の時間を設けます。最後に、弊社から今後の予定についてご案内をいたします。なお、閉会は、 15時半頃を予定しております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは弊社代表取締役社長松原より弊社のご紹介をいたします。本セミナーはコンピューターシミュレーションに関連する分野でご研究、ご活躍されている先生方にご講演をいただくセミナーです。弊社では 収益事業とは一線を画した文化事業と位置続け、計算科学振興の一助となるべく、アドバンスシミュレーションセミナーを開催しています。過去3年間で40名を超える先生方のご講演には、延べ3000名を超える方々にご参加いただきました。2024年度も引き続き全10回程度のセミナーを企画し、開催しております。 本日のセミナーでも先生のお話をきっかけに企業の研究開発を担う技術者の方が新たな視点を得ること、最先端研究を産業に応用する起点となること、また長期的には計算科学分野の裾野が広がること等を期待しております。ご講演いただく先生、参加の方々、本日もよろしくお願い申し上げます。 それではこれより、東京工業大学情報理工学院情報工学系教授、秋山豊様より、ペプチド創薬を加速する分子動力学シミュレーションと深層学習をご講演いただきます。ご講演に先立ちまして、秋山様のご経歴をご紹介いたします。1990年、慶應義塾大学、 大学院理工学科、あ、失礼いたしました。大学院理工学研究科、博士課程を修了されました。同年、工業技術、工業技術院電子技術総合研究所研究官を経て、1992年には、京都大学科学研究所助教授、1996年、 新情報処理開発機構研究チーム長。2001年には産業技術総合研究所生命情報科学研究センター長となられ、その後2016年には東京工業大学大学院情報理工学研究科教授となられ、組織変更により現職の 情報理工学院情報工学系教授を務められております。それでは秋山様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、ご紹介ありがとうございます。えー、東工大秋山と申します。えっ、ー、とそれではちょっと画面共有をさせていただきます。こちらで見えてますでしょうか。 はい、えー、と本日ですね、えー、先ほどもご紹介いただきましたように、えー、こちらのタイトルで、えー、ペプチド創薬を加速する分子動力学企画シミュレーションと深層学習というタイトルで、えー、お話をさせていただければというふうに思っております。えー、アドバンスソフト様とは、ですね、もうあの創立以来の長いお付き合いがありまして、あのこういう大変貴重な機会をいただきました。えー 拙ないお話になってしまうかもしれませんけれども、えー、と65分間、えー、長丁場になりますが、あのお付き合いください。えー、と初めにですね、えーと、今もうご紹介いただいているんですけれども、えーと、私の略歴、こちらに照射させていただきます。で、えーとまあ、上半分はあの今やっていることで、下半分があの今まで経験してきた場所なんですけれども、 一言で申しますとあの、私は必ずしもですね、えーと、シミュレーションの専門家というわけではございません。でどちらかというと,、えー、と、それぞれの職場でですね大変恵まれて、それぞれの時代のですね最先端の大きなコンピューターを使って、まあ、何か役に立つことをやってみろという、まあ、そういうポジションをあの次々に変わってきたというふうに思っております。 まあ現在は大学で教えてもおりますけれども、えー、ということでですね、えー、と今あの、えー、大学の研究室でやらせていただいているテーマもです、ね、えー、シミュレーションだけに限っているわけではございません。例えば、左上の方に、えー、メタゲノム解析というふうにありますけれども、あの膨大な文字情報ですね、これを DNA とか RNA の。 配列情報の、まあ、高速解析のようなこともやらせていただいていますし、えーまあ、タンパク質のドッキングは、まあ、若干シミュレーションに近いんですけれども、あのもう少しあの簡単なと言っていいんでしょうかね、えー、計算でとにかく超高速で、えー、行うと、えーまあ、こ,これ、すべてはご説明できませんけど、いろいろなことをやってきた中で、えー、と今日お話しさせていただくのは右上のですね、 えー、ペプチド創薬支援のお話になります、えー、まだ、えー、始めて、えー、それほど年数も経っておりませんので、あのーえー、とちょっとつたないご説明になるかもしれないんですが、なぜこれを選んだか、今日お話しさせていただく理由はですね、やはりあのこの分野が非常に注目されていて、まあ、それはあの、えー、例えばあの、 私どもが書かせていただいた論文も、ですねこの何万ビューというのが、まあ、どれだけこうあの見られているかという数字なんですけれども、まあ、あの今までもいろんな仕事をしたつもりなんですけど、こ1万ビューとかに達するということは、まあ、なかなかない分野だったので、あの非常に感情ペプチド、もしくはそれの創薬応用ということが注目されているのかなというふうに思います。えー、と本日いただいたただお時間の中でですね まあ非常にざっとになりますけど、あのここに書かれているすべてについてお話をするつもりです。で、えーと、1万前後のビューが続いている中でですね、えー、と今ちょっとこうカーソル見えますかしら、2022年に出したこれだけまだ4000ぐらいで、これちょっと非常にマニアックな内容なんですね。なんですけども、まあ今日できれば、えー、とこれについてもあのお時間の中でお話していきたいなと思っております。 でえー、と今日のお話の組み立てですけれども、えーと、このようにできればと考えております。えー、まずはじめにですね、えー、なぜそのペプチドというものに、えー、と注目しているのかというのを、ちょっと時間をかけてあのご説明させていただきます。で、本日はあのこの分野のプロフェッショナルの方々もあのお集まりいただいているように伺っているんですけれども、さまざまな分野の方が今日ご参加されていると思いますので、 あのでききるだだけ入りり口のとところからおお話をさせてていいただきたいと思っておりますでその中で2つ課題が出てきまして、まあ、1つ目が、まあ、ここでは体内持続性という言葉で呼ばせていただきますがそれを計算機で予測しろとで2つ目が細胞膜透過性これを計算機で予測せよとで実はこの2つ目の方がはるかに難しくてですねこれにあの何年もかかっております。 え今日のお話の中心は、この課題2のですね細胞膜透過性の計算機予測を、えー、分子動力学や、えー、深層学習でできないかというお話が中心になります。で、えーとまあ、主にシミュレーションの話をした後でで、すねあの極めて最近、機械学習での再挑戦をしていますので、えー、と触りだけお話しさせていただいて、最後、お時間があれば、ですねちょっと将来への夢のようなこともお話しさせていただきたいと思います。 それでは、えー、と最初のブロックになります、えー、ペプチド創薬への期待と課題と称して、えーと、少しお話をさせていただきたいと思います。えー、と今見えているのは、東光大の本館というあの非常に古い建物から外を眺めたときの,あの写真であります。でもここはあのほとんどの方には釈迦に説法になってしまうかもしれませんけれども、えー、と我々があの常に考えなきゃいけない背景が、 えーと我々の健康を守ってくださる、そのお薬、創薬が、どんどんコストが上昇している傾向にあるということです。まあ、原因はさまざまに分析されています。で、えっ、ー、と、こちらに書いてあるグラフはですね、えっ、ー、と、これをファーマーって発音していいんですかね、えっ、ー、と、えー、ファーマシューティカルリサーチマニファクチャーズオブアメリカだったと思いますけれどもあの、あちらの業界団体のメンバーが、 えと開発費をいくら出してるという、まあ割と正確なあの統計がありまして、まあ、これはメンバーだけじゃないかとか、ですねメンバーが増えてきて、投資が増えてるんじゃないかっていうポジティブな見方も、まあ、できなくはないんですけども、やはり1材あたりのコストがあの上がっているというのは、さまざまな分析で指摘されております。 でえーとまあ、これは言い過ぎかもしれませんけれども、えー、と従来のアプローチでは、なかなか、えー、と新しいものが作りにくいと、えー、いうことが考えられますで。従来とはどういう意味かと言いますと、これちょっとあのタミフルの、えー、書類借りてきて貼っちゃってますけれども、えー、こういう、いわゆる低分子と呼ばれるもので、6輪管の周りにいろんな観能基をつけてと、これはあの。 えー、メディシナルケミストの方々が、えー、理論、計算、実験、まあ、さまざまなご経験を通して、まあ、試行錯誤的にという言い方でよろしいですかね、あのタミフルやリレンザはあの計算機ももちろん使われてるんですけども、まあ、あの組み立てていく低分子、これが我々のあの貴重なお薬になっているわけです。後で出てくるので、ちょっと右下の図もあのご説明しますけれども。 えーまあ、タミフル飲んでから、えー、血中の濃度がですね1回上がるんですけれども、まあ、24時間ぐらいでこう消えていくと、まあ、こういうふうにあのな濃度ですと、まあ、1日1回飲めばいいというような形になるかと思います。さて、えーとまあ、こういう低分子の薬が今までの中心なんですけれどもこの左下のところですね一方では、えー、と抗体薬というものもよく知られているかと思います。えー 例えば、そうですね、そのがんへの貯蔵があるようなオプチーボとか、そういうものが知られているかと思います。ただ、今日お話しするのは、この中ぐらいのところ、分子量が低分子と抗体に挟まれた領域で、まあえー、分子量の観点から中分子というような言い方をすることもあります。で、えー、中分子にもいろいろありまして、まあ、代表的なものとしても、ペプチドの医薬品。 拡散の医薬品があって、まあ、それぞれに良いところがありますが、今日はお時間の関係もあり、ペプチド医薬に限ります。で手分子に比べて何が良いかというと、まあ、大きくて自由度がある分ですね、非常にあの今まで扱いにくかった標的もターゲットとすることができると、えー。より具体的に申しますと、こちらちょっとビジーな表で恐縮ですが、えー 左側の低分子の薬品、分子量でいうとまあ500とか、まあ、大きくても900、1000までぐらいのところでは、えー、プロテインプロテイン,インタラクション、まあ、PPI と略しますけれども、えー、大きなタンパク質とタンパク質の間に割って入って、ですねこういう小さな分子が、えー、それを阻害するということは、ちょっとなかなか、もちろんあるんですけれども、そう簡単ではなかったんですが。 えと大きな分子になってくると PPI 阻害とかをえ設計しやすくてしかもその,その標的以外にはあ,のあまり悪さをしないというような特異的なものがあの作りやすくなります。ということであのえと分子量が大きい方がまあまあ高機能と言っていいんですかねえそういうものが作れるんですけれども製造コストの問題がえと非常に大きくてまあこれ、っかその えっとまあ、医療の経済の問題にもなってまいります。で、きょうお話しするペプチドは、この中間ぐらいの分子量でして、PPI 阻害が可能と言われています。製造コストも、まあ、工場で、えー、合成的な方法で作れますので、抗体に比べればという意味ですけれども、えーっと、比較的安価になるだろうと期待されています。ちょっと残っている部分がありまして、それが今日のテーマなんですけれども。 まあここでは体内持続性と呼ばせていただいている性質や、細胞膜透過性などになります。えっ、ー、と、ペプチドという4文字についてご説明が必要でしょうか。えっ、ー、と、今出させていただいたスライドは、実はあの、えー、女子校に呼んでいただいて、中学、高校生の方に説明したときのスライドを持ってきたので。 あのプロの方には多いって言われてしまいそうなんですけども、まあ、あのペプチドってなかなか我々の日常生活で出てこないことが多いですけども、まあ、雑な言い方すると、タンパク質が短くなったもので、タンパク質は皆さんよくご存知だと思うんですけれども、えー、こちらに書いてあるような、まあ、これは標準アミノ酸だけ載せてますが、 えー、20通りの部品があのチェーンになって、えー、連なった、まあ、最小でも50残機ぐらいから、まあ、3、400が普通ですけれども、な大きなものでは、えー、と満単位のものまで、えー、とこういうようなあものが、まあ、タンパク質として皆様に認識されていると思います。でえー、とタンパク質がなければ、私たちの体の、まあ、構造も持ちませんし、まあ、機能もなかなか発揮できないわけですが。 ペプチドはそれの、えーまあ、短いものという、えー、認識で、それほど間違っていませんで、えーっとまあ、50ぐらいからタンパク質と呼ばれ始めますので、この境界は曖昧なんですけど、このぐらいの領域、でも今日のお話は、実は10残期から15残期ぐらいの範囲のものを考えております。 でええー、我々が日常生活で接するペプチドという言葉はあは、天然物として知られているペプチドだったり、もしくはあの栄養補助としてのペプチドという文脈が多いんですけど、今日のお話はそれとはちょっと一線を画していまして、えーとまあ、まずですね、今日は私、あのほとんどあの直射状ではなくて、感情のお話をさせていただきます。 これはあの体内に入れたときに、分解が遅くなる、安定性が上がるために、感情になっているというペプチドを主に扱います。でまた、自然界の先ほどの20種類の部品だけでなくて、人工的にあの変異を加えたようなえっとペプチドについても、ごめんなさい、アミノ酸についても扱います。 でそれを称してです、ねえー、特殊というふうに呼びますので、特殊感情ペプチドのお話だというふうに思ってください。で、その特殊感情ペプチドを、えー、薬剤設計のすべての場面において、標準的な骨組みとして使おうと、もちろんあの最終的にはメドケムの方がいろんなこう就職を、化学就職を入れたりされるんですけれども、えーまあ、薬はそもそも全部特殊感情ペプチドで作ってしまおうという。まあ 極めて、まあ、革命的な、えー、アイディア、それをあの今日はペプチド創薬の中心としてお話しいたします。でそうなりますと、ペプチド創薬、なぜこれだけ注目が集まっているのかというと、これ、繰り返しになりますが、えー、低い分子量ではちょっと無理かなという、えー、とプロテインプロテインインタラクションの阻害等が、えー、できると、それから、まあ、抗体よりは安価である。から、まあ 今日ここがポイントなんですけども、まあ、細胞膜等が厳しいんですけども、な、ま、ん、あ、とか工夫すればですね、えー、できて、そうなると、えー、ともしかしたら経口投与可能なお薬になるかもしれないというような性質があります。ただし、えー、私はそのやっぱり計算屋さんとして生きてきているので、まあ、こういう性質もなんですけど、何よりも目を引くのは、この標準ブロックの 組み合わせだけで全てての世界を考えてしまうと先ほどあのタミフルの例を見せましたけれども、もちろんさまざまな理論や経験に基づいてこう組み立てていくんですけど、こちらはもう本当に機械的にですね、まあ、ちょっと仮に20種類の部品があるとすると、20を6つつなぐとか、20を11個つなぐとかいう、こういう膨大な組み合わせの中から、まあ、薬の元を作るという。 この考え方が革命的であるというふうに考えております。で、今、二重の難情、えー、というようなお話をさせていただきました。で、これもあの非常に入門的なスライドで恐縮なんですけれども、えっ、ー、と、そのケミカルスペースが広いといいましょうかあの、非常に多くの中から、 え設計を選ぶことができるというのが、あのやはり大きな、えー、イノベーションになるのではないかと思います。で、えー、とこれはちょっとそれをこう体感するための拙たい例えなんですけども、今私、私、えー、手元に自分の名刺をこう掲げてるんですけど、まあ、ざっくりですけど、あの90ミリかける6 0ミリぐらいあります。でこれを仮に えと縦に1000枚、横に1000枚並べますと,、えー、と、ミリがメートルになりますから、90メートルかける6 0メートルの敷地が必要になるわけですが、それが、まあ、左側見ていただくと、まあ、サッカー場が大体そのぐらいになりますので、まあ、サッカー場に100万人の方の名刺が並んでいて、その中から1枚ないし、数枚の。 今回の用途に適したまあ化合物ですけども、それを見つけるというのが、ライブラリのサイズがまあ10の6乗の桁だったときの様子だといたしますと、今の,その抗体のライブラリーとか、ペプチドのライブラリーっても作られているものは、それよりもはるかに桁が大きいですし、今ちょっとご説明してきた、自由に、例えば13残機 えー、設計するというようなあの設計空間のほうで考えますと、もうこれは地球の表面に全部この名詞を並べた、えーまああの、そんなに人間いないですけど、えー、とその名詞の中から1枚ないし数枚を選んでくるという、まあ、その10の6乗ないし10の9乗から選ぶというのとは全く違う世界が待っているわけです。で、その中からどうやってじゃあ優れた設計を選ぶのかということになります。 であの、ここでスーパーコンピューターの話が出ると思っているとそうではなくて、ですね、私もあのもう2015年ぐらいですから、9年ぐらい経ちますかね、この分野の方々とあのやり取り始めたときに、スーパーコンピューターとか使えるんで、お役に立つでしょうかみたいなことを言い始めたんですけど、いや、いらない。 いらないよと言われて、なぜかというと、まあ、これ、一例しか出してませんけど、あのディスプレイ法と呼ばれる一群の方法でですね、そのランダムな、えー、ペプチドを作って、標的によくくっつくものをまあ拾ってくると。であの、拾った後その物質が何であるのか調べやすいように、尻尾にあの設計情報がくっついてまして、えー、尻尾のところを読むと、まあ、DNA がくっついてまして、それを えー、読むとあの、どの設計が良かったか分かるので、その周りだけまたちょっとランダムに変異を入れて回すという、これをぐるぐるぐると回していくと、2、えー、ラウンドするとあの、とても結合親和性、アフィニティの高い配列が取れてしまう。で、これ、非常にうまくいっているので、えーそのまあ、計算機でパッと当てられるなら当ててくれたらいいんだけども。 まあ結合親和性の高い配列ですね、さっきの、えー、と20の13乗とかいうのを、まあ、スパコンで計算してもらう必要はないよという話でした。で、えー、と今の、あのー、技術は、えーと、東大の菅先生の、まあ、ラピットとかが元になって、ラピットと呼ばれるようなものが元になっていて、 まあそれの結実の一つとして、あの川崎に今、移られたペプチドリームという会社があると思います。今日はちょっとこの細かい話は全部割愛いたしますけれども、えーとまあ、ここといろいろやり取りをしたところですね、えー、と実はそのコンピューターで助けてほしい話は別なんだと、でこの問題点、1、えー、と2をコンピューターでなんとかしてほしいと言われました。 でまず、えー、と問題点の1の方なんですけれども、えーと、体内持続性とここで呼んでいますのはあの、よりプロフェッショナルな言葉で言うと、血中タンパク質結合率、プラズマプロテインバインディングの値がうまく定まらないと。低分子については、それの設計手法もあれば、 あの実験しなくてもです、ね、ソフトウェアでスパッと当てることができるんですけれども、まあ、あの特殊感情ペプチドを入力してです、ね、この PPB と呼ばれる、まあ、体内持続性に一番直結するような値をすぐに当てるということができないとで、できないとどういうことかというと、まあ、良さそうなアフィニティの高い、結合性の高いものをです、ね、合成してから PPB が悪かったというのがまあ多発するということになります。 で問題点の2つ目は、えーと、細胞膜透過性という問題でして、まあ、実はこの環状ペプチドの差し渡しがこう膜の厚みと同じくらいになってくるので、えー、ちょっとこの後説明しますけども、膜をなかなか透過できない、でしかもです、ねまあ、6残機とかだと膜透過できるものがいくつもあるんですけども、1 3残期、12残機、13残機、薬効を高めるためにちょっと大きくしたいというときには、 もう絶望的なほど膜が通らなくなる。で、こうなりますと,、えー、と、細胞の中のターゲットに到達できないということと、それからあの腸管膜も通らない、通りにくくなりますので、えー、とほぼもう経口薬は無理で、えー、と静脈注射しかないという,ようなことになってきます。で、この2つなんとかならないかと言われまして、えー、2016年に正式に、 契約を結んで、まあ、先ほどの会社とやり始めた、まあ、これは数年で終わってしまったんですけども、それがあの今日お話しする技術につながってきたあの元の話ということになります、えーと。イントロダクションがちょっと長かったかもしれませんけれども、な、え、ん、ー、でしょうね、えーと、ペプチド創薬というのは本当にあのうまくいったらすごいことになるはずで、 えー、膨大なケミカルスペースから、あの自動的にアフィニティの高いものがですね、えー、スクリーニングで出てきますので、まあ、こういう体内動態、PPB ですとか、膜透過性で、後からダメよと言われないように、ですね、えー、計算機の上で合成する前に予測するということができれば、非常に大きくその、えー、創薬の機会が広がるわけですね。 えー、ということであの、経済的にも非常に価値のあるものだとわれわれは信じて、まあ、2016年、もう8年も経ってしまいましたけれども、始めたわけです。では、えーと、具体的なお話を少しずつ差し上げます。でまず一つ目の TPP、えー、の値の予測ですね。えー、とこれは、えーまあ、先ほども申しましたけれども、 低分子については、ある程度もう確立していて、ですねこちらちょっと低分子用のソフトウェアがダメみたいに書いていますけど、それはあの調整されているその分子の性質が違うので、これはまあ当たり前のことを書いていて、ですねこのソフトウェアが悪いわけではなくて、えー、と特殊感情ペプチド用にさまざまな調整をしないと無理ということなんですね。これちょっとすみません、あの権利の関係で、ちょっと黒塗りで潰してしまってますけれども。 例えばこの PPB の値が、えーとまあ、90%、85%ならいいんですけど、40%になってしまうと、もうこれあの、あっという間に耐えないから消えてしまいますのであの、ずっと体に入れ続けないと効かないと、先ほどの、えー、とタミフルのところで24時間ぐらいで消えてというカーブをお見せしましたけど、あのカーブが、えー、と早すぎても遅すぎてもお薬にならないわけですね。でこれを、えー、と合成する前に当てたいということです。 でこちらはあの機械学習でモデルを作りまして、えー、比較的うまく進んでおります。で今日お集まりの皆様にあのこの説明をする必要はないかもしれませんけれども、まあ、あの今、深層学習等々は、えー、画像ですとか、えー、自然言語ですとかに対してはあの行われていますけれども、実はあのこういう複雑な化学構造を持ったペプチドを と AI に見せたらうんうんと言ってくれるわけではなくてです、ね、これどうやって入力するかというところはあの結構いろんな議論があります。で現状としては、まず1つは、えー、と特徴量と呼ばれるものに、えー、これを変換して、これをもうあの1000次元とか2000次元とかある、高次元の特徴ベクトルというものをまず作ります。 また、えーと、最近ではですね、できる <laughs> すみません、できるだけエンドトゥエンドというかです、ねその、人間がこういう表現を決めないほうがいいだろうということで、えー、これをです、ね、あのグラフ構造として、グラフニューラルネットワークに読ませるというのと併用するのが普通です。で、まあ、アーキテクチャの話もまあ非常にあるんですけど、まああの、アテンションというメカニズムを入れたような、えー、とトランスフォーマー周りが使われることが最近増えていまして、 で、えー、と訓練データあー、テストデータを網羅的に収集して、まあ、徐々に、えー、モデルを良くしていくと、でこれは、まあえー、とある時点での我々のえのー、先ほどの体内持続性の予測モデルなんですけれども、まあ、本当はこの線にぴったり乗ってほしいんですけれども、えー、まあ80、85以上の合格ラインか、全然お話にならないのかというのをこう分けられればですね、 えと実験現場のお役にかなり立つということですでこれについては、えーと、ちょっとどういう苦労があったかは、もうあまり申し上げずに、さっと、えー、述べますと、えー、初めはですね全くデータがなかったんですけれども、えーまあ、500件以上のデータを、えー、データ拡張、データオーギュメンテーションすることで、なんとかですねこの左下に書いたような真相学習の枠組みに入れることができました。 えと皆様には釈迦に説法ですけれども、まあ、画像の真相学習だと、やっぱり画像10万枚とかは集めますよね。で、ここでは500件しかないので、これをどうデータオンギュメンテーションするかというのが問題です。で、えーとまあ、論文を読んでくださいというのでは、ちょっとまずいので、ここで申し上げますと、長さの違う、えー、ペプチドがたくさんありますので、こうずらしてですね、窓をずらして入れることで、 同じ科学的なデータを、えー、と何倍かに、えー、増やすことができるのと、感、ま、情、あ、ペプチドっていうのは、本当は缶を作る場所が決まっていて、ぐるぐる山手線のように回していいというものではないんですけれども、まあ、仮にそれを感情ということで,です、ねえー、回転不変だというふうに考えるとということで、データ拡張したり、さまざ、あ、まなことをやっております。 でえー、と実際にはこれの一、えー、桁以上上の、えー、データの件数にしてから、えー、PPB の予測を行いまして、まああの、きったり当たるわけではないんですけれども、えーまあ、満足のいくような結果が出たということで、これについてはですね、えー、っとソフトウェアのシステムも作りまして、まあ、あのクラウドの上でですね、 えと入力を入れていただくと、AI が動いて、どういう PPB になるとか、どこを変えるともっと良くなりそうだとかっていうことをまあ示唆できるようなシステムまでできていますので、ああ一定の,あのでしょう成功は収めたというふうに考えております。で、あ今日のテーマは実はそこではなくて、細胞膜透過性の方でして、 こちらは非常に難しい問題で、まあ、この六、えー、年間ですか、えー、かかってあ、8年間かかっても、まあ、なかなか、えーと、まだまだ先がありそうなテーマになっています。で特にあの、先ほど申し上げたことと半分重なるんですけど、えー 小さな6残機ぐらいのものは通りやすくて、10残機超えてくると通りにくいということに加えて、我々これ、MD とかをかけるんですけど、えー、大きくなってくると、もちろんその計算の K が大きくなってくるし、えー、サンプリングもものすごくたくさんサンプリングしなきゃいけないし、しかもあの大きくなってくると、あの膜の厚みにもはやこの図体が。 ほぼ同じようなスケールになってくるので、さまざまな問題が出てきて、これをもうあの一残期大きくするだけでですね、えー、と高尾山に登ってたのが、チョボランマに登るみたいな、もうま,まるで違う世界になるというのが、のこの問題があの非常にグランドチャレンジだと思っているところです。で、最初にあの一言だけお断りしておきますと、膜頭火性というふうに一言で言っていますけれども、 実際にはあの物質がですね、細胞膜を越えて中に入るのには、いろんな入り方があります。まあ、穴をただ通るとかですね、えっ、ー、と、エンドサイトーシスと呼ばれる、現象を通じて取り込まれるとか、たくさんあるので、の右側を狙えばいいじゃないかというようなあの説もあるんですが、えっ、ー、と、はもう物質性として、この一番左のパッシブディフュージョンですね、自分自身で入っていくということが達成できれば万能なので、 これの研究をしているということをあの最初にお断りいたします。で、えー、機械学習のアプローチを最初に試みたわけなんですが、えー、と機械学習でできないことはないんですけども、えー、と非常にトリッキーだと思いますのが、まあ、ここ2つあの論文の例を出していますけれども、 えー、特殊環状ペプチドのです、ね、ある一つの残機が、えー、ここが NH でなっているところが、ここメチルに変わる、N メチル化と呼ばれる、これだけで、えー、と24倍、膜透過率が変わります、えー、よくなります。また、あのこちらでは高で、ね、学異性体の D と L が変わっただけで176倍変わるという,ようなことがあります。 でこれのありとあらゆるパターンをデータにして、えー、ディープラーニングに覚えさせるというのことはあのデータの準備がまずできません。ということで、えー、とどうしてもです、ね、今までに覚えたものは当てられるんだけど新しいものに対応できないというのが、えー、と機械学習の、まあまあ、これは一般的な話ですが限界かと思っておりましてでは我々は、えー、もう物理科学的なシミュレーションで えーまあ、ここ脂質に重層をこう超えていく感情ペプチュード、これは単なるイラストレーションですけれども、まあ、こういうことを、えー、計算でできるのだろうかと、えー、これをずっと考えてまいりました。ちょっとあの大げさなことを言ってるように思われるかもしれませんけど、いや、実はあの大げさな話でして、えー、とこの分野での、えー、とモレキュラーダイナミックス分子通り学法というのは、まあ、フェブト病 の単位が1ステップですよね。まあ、あ K によってあの2フェムト刻みができたり、0.5フェムトにしなきゃいけなかったり、いろいろしますけれども、まあ、大体1フェムト前後だとしますと、今見ているマクトーカーというのは、えー、っと、まあ、一つのものがこう通っていく時間は推定としてこのミリ秒の領域だというふうに思われます。そうすると、1000倍の1000倍の1000倍の1000倍。 計算しなければいけないと、1兆ステップ計算しなければ、ミリウに達さないということで、これはあの単純には達成できないわけですね。それで、うんまあ、最新の、えー、と GPU があのどんどん今、速くなっておりますので、GPU の上のモレキュラーダイナミックスの速度を、まあ、享受すること、まあ、それでもまだ、うん、あのマイクロビアのシミュレーションぐらい、まあ、では到達できるんですけれども、 えー、無理なので、えー、この後議論させていただきますけれども、見たい現象以外の無駄な計算をできるだけ減らすというサンプリング手法の議論、それと、あとはまあその、まあ、恵まれたいろいろな環境を使って、うんその並列処理でなんとかするということで、まあ、どうにかこうにか、この問題に今、挑戦してきているというところです。 で今、2つ目に申し上げたその賢い方法ですね、あの見たい現象以外をぐるぐると計算していることをどう避けるかという話なんですけれども、あの当たり前なんですけれども、あの結果が物理学的に正しくなければ仕方がないので、えー、ときちっとした理論に基づいて、えー、見たい現象をまあ過重にサンプリングはするんですけれども、えー、後にちゃんと戻せるような形。 のの計算というのが望まれまれすでここにあの我々が使わせていただいたものを3種類書かせていただいてまして、まあ、あのちょっと細かくお話しする、えー、と時間と能力がないんですけど、ステアード MD と呼ばれるものは基本的には膜、えー、を透過し,やすいんだしたいんだったら引っ張れってことですよね。人工的な力を加えて、まあとでその分をどう戻すかというのがあるんですけど、メタダイナミクスというのは、まあ、シュレディンガーのソフトとかにも入っていますけれども、 すでにあの経験している、まあ、反応座標といいましょうか、その状態は、えー、と起きにくくするというふうに、えー、とそこにこうペナルティー的なものを加えていって、観測したい現象を誘発いたします。で、それを戻すことができます。で、最後のスーパーバイズド MD ですとか、まあ、筑波大の原田先生たちのパック s m d などの系列は、えー、とまあ、 都合の悪い現象が起きたときに時間を巻き戻してしまって都合のいい方向にいい方向に物事を進めていくということで、えー、見たい方向に、えー、計算能力を絞っていくという方向ですで。これ2016年から実は左から右に向かって全部試しました。で全部試したんですけど私たちのグループでは、えー、と成功することはできませんでした。でえー、とその後に どういうことで、えーまあ、一定の成功を収めたかということをお話しします。えー、分子ど理学比較法による膜頭化性予測への挑戦、括弧第1次と書いてありますので、第2次があるんですけれども、これをお話しいたします。でとにかく、あの起こりにくい現象を、えー、MD で見たいんですよね。で今、上の方ちょっとネットの遅さでこう,うまく動いているか分かりませんけれども、 え右の方からえ特殊感情ペプチドが入ってきて、この真ん中のもやもやしているのが脂質二重膜をまあ模擬しているつもりのもので、中心線をまあ Z 座標、Z イコールゼロと書いてますが、これよりも左の領域に入っていくと、細胞内のえ細胞質の水の方に行くと、こういうようなシミュレーションなんですが、起きにくいことを見るために <laughs>、この Z 座標。 ゼロオングストロームからですねいろいろ1オングストローム離れた、2オングストローム離れた、37.5オングストローム離れたところまでに別々のこう世界を作りまして、まあ、レプリカと呼んだほうがいいかもしれませんが、そこに有力拘束をかけて、ですね要はこのペプチドがこの Z 座標まで進んだらばどう振る舞うんですかということを徹底的にサンプリングいたします。でもちろんあの 入れるときの初期値が問題になるので、初期値はあの何通りも入れるんですけれども、えー、ここで徹底的にサンプリングし、またあのレプリカ交換と申しますが、左もしくは右の世界とです、ね、一定の条件のもとで、えー、ペプチドを交換することで,です、ね、サンプリング効率が良くなるはずだという、えー、レプリカエクスチェンジアンプレラサンプリング、レウスと略します。でレウスをえ行いました でこの Z 座標をどう取るかというのがもちろんノウハウなわけで、膜、えー、の中心は細かく刻むとかですね、そういうことをいろいろやっております。で、まあ、こうして28地点でのさまざまな初期値からのサンプリングのデータが集まってまいりますと、まあ、これはあの既存の理論を応用しているんですけれども、えー、PMF とえ呼ばれる、まあ、こういうポテンシャルの Z 座標ごとの曲線がまあ書くことができますで、えー、とこのまあ面積がまあ重要になるんですけれども、より具体的にはここにこう積分の式があるんですが、この右辺を丁寧に計算して、その逆数を取ると、それがあのパーミアビリティと申しますけれども、膜透過性の、えー、予測値として使えるだろうと、えー、いうことです。 でこれ、実はあの曲線がいくつも書いてありますのは、えー、とモレキュラルダイメクスをですねやっぱりたくさんやっていかないと、この曲線が収束しないんですね。<laughs> で、まあ、これはあの400ナノセックとか500ナノセックぐらい、さっきの28点すべてですね、またさまざまな初期値からですねやらないと、この計算がうまくいかないだろうというふうに我々は思っております。 で今の,の PMF と呼ばれている、えーえー、とポテンシャルミンフォースと呼ばれている、これがです、ね、どこが一番通りにくいかというのを表しているんですけれども、えー、これ、ペプチドが浸水的か疎水的かで,です、ね、結構、結果があの大きく違います。まあ、当たり前のことを言ってるかもしれませんが、浸水的なペプチドっていうのは、の水の層にいるときにです、ね、えー、全然あのフラストレーションはなくて、 なんで膜に入らなきゃいけないんだよっていうところで、ちょっとあの抵抗を感じるんですけど、またこの辺でも落ち着いて、しかし、ですねこの Z イコールゼロっていうのが、脂質二重膜の中心ですけど、ここを越えて左側に行くときに非常に大きなあの、えー、バリアがあります。で、疎水的なペプチドは水よりはこの中に入っていくほうがよくて、わーってこの辺で落ち着くんですけども。 えと今度は真ん中の線を越えるところは、あまりバリアは高くはないです、相対的に見ると。えー、ということであの、立足の場所が違うという,うなことがあります。でも、一応あの、えー、理想的には全域できちっと計算をしてです、ね、この下の面積等を、積分等を計算していくということになります。で、今お話ししている、えー、と28点で非常に丁寧に計算するというものを、まあ、いくつかのデータで出して、 これで当たっていると言えるのかっていうのはあるんですけど、まあ、あの相関係数が0.4、0.6ぐらいで、まあ、なんとなく通りそうなものと通らなそうなものをお,およそ分別できるとで、先ほどのこの計算ですね、1個やるだけでも大変なんですけれども、えー、150件ほど実施しましたで、その150件ほど実施して、まあ、全体でどういう傾向かというのを分析したわけです。 であのシミュレーションは、ですね、あのー、結果の予測値が1個出てきて、今当たった、当たらないなんて議論をしてますけど、それだけのためにやってるわけではなくて、あの当たり前なんですけど、途中の状態を詳しく調べることもできますでこ,こではあのー、ちょっと本当に一例だけをお見せしてるんですけども、今、あのー、ここ右側から入ってきたものがですね、 Z イコールゼロを超えて、左に行こうとするときに、右側の水が待っていかないでって言って、なんか引っ張ってる様子がちょっと目に入るんじゃないかと、左側から逆に水が迎えに行ってるような様子も手にあの目に入るんじゃないかと思います。つまり、水との付き合いですね、そして別れ、これが結構重要でして、さっき申し上げたんですけど、差し渡し側のこの厚みに近くなってくるとですね、 もうその現象が非常にあの複雑になってで、えーと、丸い環状ペプチドがどちら方向に潰れながら、水と円を切ったり、円を結んでいくかというようなことが重要なのではないかと、まあ、それだけではないんですけれども、ようなことがシミュレーションですと、実験の方でもここまでなかなか見られないんじゃないかということが、まあ、あの仮説ですけども、出てくるわけです。 でえー、とここまでのことをいろいろ書いた論文が、えーと、2021年に出ました。えー、と今、こちらの7人の、えー、著者で書いた論文なんですけども、まあ、あのうち5人が残ってです、ね、この後の、えー、との論文等にも参加していますが、えー、と第2著者の杉山さんは、当時まだ修士の学生さんで、今、富士フイルムで活躍されています。 えと第4著者の吉川康先生は、今中外で活躍、中外製薬で活躍されていらっしゃいますで。さっきも言ったんですけど、150ペプチドぐらい計算して、ですねこれぐらいやらないと、えー、とその相関係数がいくつっていう議論ができなかったので、えー、とこれはあの、まあ、当時の GPU で30万 GPU 時間、えー、GPU の個数と時間の積が30万ぐらいになっています。 でその30万 GPU 時間は、実は大学のパソスパコンだけでやったわけではなくて、ですねえとちょっと謝辞も書かせていただいてますけど、さくらインターネットさんとの共同研究で、えーと、クラウダーを使わせていただいたり、ですね三相圏の ABCI という、まあえー、ところも使わせていただいたり、まあ、非常に継ぎはぎでですね、えー、と計算をしております。 でまたあのたくさんとにかく投げないといけなくて、レプリカが28あるだけでなくて、さまざまなあの初期条件でも投げますし、それを156ペプチドやったということで,で、自動ではないんですけれども、半自動でえと計算ができるようなシステムもまあ作るなどいたしました。ちょっと時間のの関係でこの辺詳細は飛ばします で、ABCI もあのグランドチャレンジ制度などで、あのまあ、無償で使わせていただいてから30万 GPU 時間ができたということですね。で、えー、とこの論文はの非常に引用もしていただいていて、わ、え、れ、ーまあ、我々にとっては一つ良いお仕事できたと思ってるんですが、まだフラストレーションがありまして、というのはやっぱりあの、八算機とかの,です、ね、あの小,小さいと言ったら怒られるかな。 の環状ペプチドしかか扱っってなかったんですねでもっと大きな感情ペプチドを扱わないと、創薬の支援だとはとても呼べないと思ってまして、それで次第2次ということで、えーとまあ、研究を始めました。でまず、いろいろ試行錯誤の後にやったことの一つはです、ね、レプリカの数をとにかく増やすということになるんですが、 Z 軸方向の28というのは、まあ、悪くなかったようなのでそのままにして一つ一つの、えー、と地点で,です、ね、横方向に8つ異なる温度の世界を作りました、えー、温度という意味はあのー、水も含めて熱くするのではなくてですね、えー今あのー 陽質と書いてますけどペプチドそのものがこう、主、え、査、ー、がこう大きく動くような動きがなかなか起きないということが問題なので、ペプチドだけの温度を上げています。まあ、これ、レストと呼ばれる手法になるんですけども、レストとレウスを組み合わせまして、8種類の温度と,、えー、と28箇所ということで、224 22 レプリカが同時に走っていると、並列で、えー、これ、GPU224 枚必要でして、224枚の GPU で、まあえー、3日以上走らせると、やっと1つのシミュレーションが実施できるという、まあ、ちょっと非常にコストがかかるので、なかなかあの推進をやっていただけてないかもしれないんですけど、まあ、これじゃないとダメだというのが、あのこの第二次プロトコルと呼ばれるものです。 また、私たちはえと少し大きくなってくると、膜のモデルが今まで POPC 膜と呼ばれる、よく使われる、既存研究で使われてたものに頼ってたんですけど、どうもおかしいということに気がつきまして、我々の本当の生物の膜というのは、複雑なものがいろいろ入ってるんですけど、 まあそこまではあの模擬できないんですが、このピンクでちょっとイラストしているのがコレステロールなんですけど、コレステロールをですね、ある程度含んでないと、の膜の中まで水がガバガバ入ってきてしまっていて、これはちょっと実験事実と合わないんじゃないかということを、こちらの論文ではあの結構述べています。で、シクロスポリン A という非常によく研究されているもののシミュレーションを通じて、コレステロールをですね、 まあえー、と50%、まあ、ちょっとこれ、数え方、いろいろあるんですけど、50%ぐらいにすると良いだろうということで、論文を出しました。で、えー、っとその時に、えー、っとまに、あ、いくつかのですねここは8点だけありますけれども、えー、っと比較的大きな重残期のペプチド18種類について、えーっと、相関が非常に今までよりも良くなったとか。 いうことで、まああの、これが我々としてはまあ決定版のプロトコルだと思っております。えー、とただし、この論文だけで70万 GPU 時間かかってまして、まあ、実はあの、査読者に50%じゃなくて40%でもやってって言われて、それをやるのに半年追加でかかったんですけども、えーとまあ、非常に湯水、ねえー、のごとくその、 計算を流さないと、まあ、これはまだあの現状ではあ、違いますね、これを発表した時点では、なかなか難しかった計算処方になります。で、えー、とこちらにありますけれども、えー、とおととし、えー、公開された論文ということになりまして、まあ、いろいろまだ無駄を削れると思うんですけど、こういう計算の仕方をすると、ですね、えー、とある程度、環状ペプチドの膜頭下に迫れているんじゃないかと。 いうふうふに思っておりますで、えー、と一旦ちょっとあの現状を整理させていただきますと,、えー、と、プロトコルのバージョン2はですね、えー、28地点 ×8 種類の、えー、温度ということで、まあ、非常にゴージャスな研究をしておりまして、まあ、500ナノ秒の計算を、えー、としようと思いますと、 まあ大体え2万 GPU 時間があの1つのペプチドについてかかります。<laughs> それをあの何十というふうにやりますと、さっきのまあ70万 GPU 時間とかになってしまうということですね。であの従来の研究、たくさんあるんですけれども、大体ですね、こっちのほうが賢いのかもしれないんですけど、油の環境の中ではどういう振る舞いだ。 水の中ではどういう振る舞いだというのを別々にシミュレーションして、その違いなどからですね、えー、何らかの式で、あのー、ト頭カ性を予測するというのが多いと思います。で、それができるなら、その方が賢いと私も思います。で、えっ、ー、と、こんな2万 GPU 時間かける必要があるのかというのは、あの、あるんですけど、えっ、ー、と、冒頭に述べたんですけど、私は、あの、その時その時で恵まれて、いろんな スパコン等を使わせていただいて、何か役に立つことができないかということをまあライフワークにしているものですから、一回こういうあのおバカなものを出して、それを賢い人がもっと早く計算できるというふうになってもらえばなと思っております。で、今の,あの第2プロトコルの論文が出てすぐに、東京大学の,あの著名な三藤先生からご連絡をいただきまして、 サンド先生は、えー、UC サンタクルーズの,あのロッキー先生らともずっとあのお仕事をされていて特にあのこのデプシペプチドの主差の途中の,、えー、この今 NH って書いてありますところを、えー、と酸素に変えるとエステル化するというこれが あの膜糖化性を向上するということをあのいろいろお示しされている先生ですであの。N メチル化されると、今日もちょっと別のところで出てきましたけど、N メチル化されると膜糖化性が向上するということは言われてるんですけれども、えー、実際には、えー、とこれ、一番下が、えー、と3種類のもので、えーと、元のペプチドを N メチル化した場合、青、えー、デプシペプチド、エステル化した場合、オレンジ。 これ、えっと、高ければ高いほど膜を通るという意味ですけれども、オレンジの方がすべて高いということがあの実験的に示されています。で、えー、っとこの、まあ、一緒に書かせていただいた論文が出たんですけれども、ここではあの何種類かの感情、えー、ペプチドにつきまして、えー、ここを。えー 普通のアミド結合とペプシペプチドにしたエステル化したものと n メチル化したものを比較したらどうなるかというのを調べてそれをさっきも言いましたけどシミュレーションだと見てきたようなものが出せますのでえどこで水素結合が切り替わっているのかというようなことをまあ調べさせていただきましたで UCSC の方では NMR での測定もされたということでまあ異分野で協力して えー、やりました。で、まあ、先ほどあの1件計算するのに2万 GPU 時間かかるということを言ったんですけれども、まあ,あの、えー、こういう科学的に意味のあるものに対してはですね、それを10件、20件やるというのは、あの大した話ではないというふうに思っております。で、実は、えー、とそれは2年前の話でして、社会に説法の方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、と今、あの、 ホッパーと呼ばれる H100 という非常に速い GPU が出てきているんですね。で、うん、我が国で、えー、H100 を山ほど入れたスパコンをかっ作ったのは、筑波大が先駆けだったと思います。で、これはもう2年前ですねあの、ペガサスが入ったのはあの、この写真撮ったのは去年ですけども。 えで、えー、と私たちも実は筑波大の先生方とも、あのペガサスを使った共同研究もいろいろさせていただいております。で、そうこうしているうちに、私が所属する投稿台にもです、ね、ホッパーが乗ったツバメ4.0というのが来まして、これ、960枚、えー、H100 が刺さっております。で、まあ、もちろんこれ、全部使わせてもらえるわけではないんですけれども。 えとこれの能力を使って、えー、とマーク頭下のシミュレーションをもっとですね高速に、えー、と進めていきたいというふうに今考えているところでございます。でえー、とただし、早、え、々、ー、そうそうおいしい話だけあるわけではないといいますか、えーと、最新鋭のものを使うのには、やっぱりあの勉強して工夫する必要がございまして、これも、あの 今日多分詳しい方たくさんいらっしゃるので、釈迦に説法だったら恐,あの恐縮なんですけども、あのホッパーぐらいの GPU になるとですね、一、え、流、ー、プリカの計算を 1GPU でしてくださいというのは、もうあの大幅に力が余ってしまうんですね。ですので、私たちの頭の中は論理的に224個のものが走ってるっていうふうに考えてるんですけど、 実際の世界では、1GPU にですね、ここから複雑に切り取りまして、たくさんの仕事をマルチプロセスと言いますけども、MPS と呼ばれる方法で走らせる必要がございます。で、一つのホッパーの上に MPS で、この図では ABC って3つしか走ってないんですけれども、8プロセス走らせるとか、16プロセス走らせるとか、いろんなやり方をするんですが、 ちょっとあのマニアックな話で恐縮なんですけど、このクーダ a m p s アクティブスレッドパーセンテージっていう、このパラメータをえーをちょっと強めに設定して、例えばここに16人いたときに、一つのプロセスがまあこの16分の1までしか使わないでねっていうのが標準的設定なんですけど、いや、お前らもう弱肉強食で、あ、のー じゃあ、競争率3倍にしますとか言って、ですねこれをその適切と思われる与よりもややブラック気味にすることで、ものすごく GPU がよく働きます。で、これを上げすぎるとだめなので、えー、それの具体的な設定が、ノウハウがいろいろあるというのが最近のところなんですが、まあ、それらを工夫するとっていう話で、このスライド書いたんですけれども、えー、っと、1ペプト 1>, 1度あたりのシミュレーションのコストがですね、これはあの我々大学教員がじゃなくて産業利用の場合のコストで書いてますけど、今までこんなにしたんですね、50万円もかかるんだったら、まあ、計算しないですよね。なんですけど、今すぐでも、最大っていうのは、最悪でもって意味です。20万円ぐらいでは計算できます。 これが、えー、とまだちょっといろいろその、えー、ホッパーを、えー、とい,いじめる余地がありますし、えっ、ー、と、ま、きょちょっと時間の関係でもこの辺細かいことは言いませんけれど、さっきの第2プロトコルは、ま、随分その、えー、優雅なプロトコルなので、それをもうちょっと節約して、我々の目標値は5万円ぐらいですね。で、まあ、これでも、 実験したほうがいいじゃないかっていうお叱りは受けそうなんですけども、まあでも、ペプチドを合成して、アッセイに出して、何週間かして戻ってきてというのが、あの1日後には、えー、マクトーカーの,そのトラジェクトリーのデータ付きで、あの目で見たようなトラジェクトリーのデータ付きで5万円だったら、これはあの世の中に多少の貢献はできるんじゃないかなと思って、まあ、今、こういう研究を進めているところでございます。 でこれはもう、罪に述べているざれ事になりますけれども、えーっとまあ、このグラフ、ご覧になられたことがある方、たくさんいらっしゃると思うんですけど、えー、横軸が西暦で、縦軸がこれ、対数軸ですので、あの10倍、10倍、計算機システムの性能が高くなっていくる、世界第1位のシステムは、今、エクサフロップスと呼ばれるところに、えー、フロンティアというマシンですけども、なってまして、 まああのえー、それらも含めて、ですね大体12年から14年ぐらいで、えー、と3桁のペースでずっと上がってますので、まあ、近いうちにですね、えーとまあ、数万円で計算ができると、まあ、ところが、まあ、私が申し上げているのは、10残期とか12残期ぐらいまでの話ですので、またあの条件によっても計算必ずできるというものでもないので、あのこれからまだまだあの技術開発が必要ですし、 あの、実験にま、実験にえ勝るものはありませんので、えっ、ー、と、必ずしも実験の代わりになるというものでもないということは気をつけたいと思います。で、えっ、ー、と、時間がだいぶ迫っておりますが、えっ、ー、と、ごく最近、機械学習に再び挑戦していますので、まあ、今日の機会ということで、あの、ちょっとご報告だけしたいと思います。え、まず、 あのその準備として、ですね、まあ、機械学習、特に深層学習するにはデータが足りないっていうことが大問題なんですけれども、膜頭下のデータってほとんどなかったんですね、もしくはほとんど公開されてなかったんですね、あの特別なあの進んだ研究をされている製薬企業の中にはあったかと思うんですが、でそれをですね、えー、と公開データ、これは論文だけじゃなくて、あの特許から。 ポチポチ入れたりもしたんですけれども、えー、7000種を超える環状ペプチドのマクトーカですね。そのデータを集積したデータベースを私どものチームからあの発表させていただいております。で、えー、っとこれについてはまあ本当はいろんな自慢があるんですけども、あのやっぱり私たちコンピュータサイエンスの人間ですので。 あのいろんなことにすぐにご利用いただけるように、ヘルムっていうあの、えーと、階層型の気泡で,です、ね、非常に正確に構造を記述させていただいたのと、あと、これは参考までなんですけども、えー、とクロロホルム中や水中や真空中でのです、ね、ありえる3次元のイ座も全部7000件計算して収めていると。でえー、と最近、あのー えとまあ、似たようなデータベースが別のところからも、えーと、この数週間で発表されたりしていますけれども、昔はあの文外不出だったですねマクトーカーのデータが、あの今や条件を揃えてですねえて、ー、インターネット等で読めるようになってまいりました。で、えー、と自分たちでデータベースを作ったからには、えーとまあ、機械学習も再挑戦しようということでですね。 これ、昨年の12月に、まあ、バイオアーカイブに投稿したもので、あのもちろんですね、えーと、論文誌の方にも投稿して、今、査読を受けているんですけれども、えっ、ー、と、前のですね、PPB 予測のアーキテクチャでは全く歯が立たなかったので、感、え、情、ー、ペプチドをですね、スリーレベルのフィーチャーって呼んでるんですけれども、 まあその原子一つ一つのレベル、それからモノマーまあ残期レベルといったほうが分かりやすいですかね、そして、そのえとペプチド全体としてのさまざまな性質、3レイヤーのですねえーと深層学習をまああの訓練いたします、それからあの当然なんですけど、7000件では全然足りませんので、データオーギュメンテーションのですねさっきの感情だからぐるぐる回しても同じだろうみたいな。 ことも含めてなんですけど、いろいろ工夫しております。で、この、えーまあ、アトムモデル、モノマーモデル、えー、ペプチドモデル、どれをかけてもですね、えー、と性能が落ちるということが分かってまして、まあ、このちょっと右に貼らせてもらったものは、まだまだそんなにあの見栄えが良くないかもしれませんけれども、えー、とだいぶですね、通る中ぐらい。 通ららなないいっっててううのを分けられるようにはなってきましたでまたその中でですね、どういうデータが信頼しちゃいけないデータかっていうのも分かってきましたので、まあ、これはちょっとあのデータベースの方にもフィードバックしないといけないんですけれども、こういうダメなデータを除くと、もうちょっと良いあの真相学習ができると思います。 今日はこれお話ししてしまっていますけれども、まあ、あのバイオワーカブにも公開してますので、実はまだ論文としてはあの採択いただいていませんので、えー、だいぶあの厳しいコメントがいつもいつも返ってくるんで、あのー、これからになるんですが、今日まあこういう方向に行ってるというお話もさせていただきました。えー、とそろそろあの持ち時間が終わりです。で最後はあの単にあの今後への夢ということで、 あの非常に早いいい、えー、お話をさせていただければと思います、えー、こちら、の東工大の鈴鹿家キャンパスの写真なんですけど、えー、と私たちはあの中分子創薬そのものができるわけではあの工業大学ですからありませんけれども、今後ですね、えー、と今までとはちょっと一味違う形での、えー、と貢献ができないかなと、まあ、夢を見ております。 で東高台としてはです、ねえー、中分子 IT 創薬の、まあ、研究推進隊という組織を学内に作りまして、これはあの2017年にはもうできておりましたので、えーとまあ、7年ぐらい経っております。で、まあ、こちらにちょっとお名前挙げさせていただいているんですけど、私のようなコンピューター屋だけではなくてですね、えー、生命理工学院というのがございまして、あのー、西洋先生ですとか、正木先生ですとか、 えー、拡散創薬の先生にも入っていただいてまして、あのまあ、あのここにお名前が挙がってない方々のご協力も含めてです、ねえーと、中文史に対しての、まあ、投稿大の議論を、まあ、集約化しております <laughs> で、えー。ご案内かと思うんですけれども、実はあの10月にです、ね、東京医科歯科大学と、えー、統合がされます。で東京いかしか大学の方には実は実 核酸ペプチド創薬治療研究センターというですね、横田孝則先生があのヘッドになられている非常に強力なグループがありまして、えー、これはその態度、まあ、センターというのが相性なんですけど、えーと、設立記念のシンポジウムです。えー、と冒頭であの、えー、とディスプレイシステムのお話をさせていただいた菅先生も、まあ、ここにちょっと映ってらっしゃいますけれども、 でまあ、私たちは工業大学ですけれども、今度、科学大学になったときにです、ね、実験の先生や、まあ、その医学の先生とも一緒にです、ねえー、と中分子の研究を進めていきたいというふうに思っておりまして、まあ、これはちょっとその設立記念シンポジウムであの出したスライドをただあのご説明しているだけなんですけれども、えー、イカシ科大が持っている核酸、まあ、創薬やペプチド創薬の技術と、 まあ、私どもが持っている、えー、データサイエンスですとかシミュレーション、そしてまああの実験の経験を、まあ、合わせていくことが今後はできるだろうと思っております。また、あのこれもまだあの案のレベルではございますけれども、さまざまな、えー、企業様にお声がけをして、ですね、えー、勉強会、もしくは、えー、と共同研究の母体となるようなグループを作っていきたいと。 いうことも考えておりますので、またの機会にご案内させていただければと思います。えっ、ー、と、まあ、以上でございます。えっ、ー、と、ペプチドのモダリティに、あのぜひ期待をおしていただいて、また、あの今日はつたないお説明でしたけれども、まあ、大規模シミュレーションも GPU の発展でどんどん可能になっていますので、えー、それが進んでいくと、 またそれをデータとした深層学習ということここの二つはですね、えー、両輪の関係ですので、えー、両方ともこれから進んでいくのではないかというふうに思っております、えー、ご清聴大変ありがとうございました秋山先生、大変に素晴らしいご講演、誠にありがとうございましたそれではこれより質疑応答のお時間とさせていただきます ご質問ございましたら、手を挙げるボタンのクリックをお願いいたします。私よりご指名させていただきますので、指名された方は画面にミュート解除の表示が出ましたらお話しください。また、マイクお持ちでない方につきましては Q&A 機能からご質問を受け付けておりますので、どうぞお気軽にご質問いただければと思います。せっかくの機会でございますから、いかがでございますでしょうか。 もしあの先生あの、よろしければですね、ちょっと弊社の技術スタッフの方から少しいくつか質問出ておりますので、まずそちらの方、もしご回答いただければと思います。はい、お願いします、はい、えと先生は今、ご計算のすべて GPU という計算ですけれども、もうあの原子数は、えーとえー、シミュレーションのボックス内で何,何原子ぐらいであのもし CPU で計算されるとなると、 どのぐらいの時間になるということになりましょうか。はい、えーと、ご質問あり,、まありがとうございました、えーと。ちょっとそのボックスのサイズをどう取るかによっても変わるんですけど、あの3万から5万原子ぐらいの計だとお考えください。はい、で、えーとまあ、我々はどうしてもですね、GPU でないと、あのまあ、 これだけのレプリカを何、えーえー、でしょうね、CPU で計算して、えーと、500ナノセカンド進めるっていうのはちょっと考えにくいので、うん、大変正直に言うと、あんまりあの最近測定していないんです。ただし、<ー> 1>, えと1個だけあの CPU も考えなきゃいけないことがあって、あのお金の話になっちゃうんですけど、うん、あのクラウド 民間のクラウドを考えると、結構あの今、お得な設定で、そこそこの CPU が安く使えたりするんですよね。で、GPU はあの非常に人気があるので、まあ、やっぱりお高い設定になっていて、あの1回評価したことあるんですけど、あのもしかすると、ヤマホッの ノードを借りて、えっ、ー、とお得な CPU でやったらちょっと安くなるかもしれないっていうのは正直あります。うん、あ、ただそれはごめんなさい、民間の場合であって、えっ、ー、と我々が例えば三ソケンの ABCi ですとか、東京大のつばめ4.0を使える限りはやはりどうしても GPU でというまあ調理すになるかと思います。なるほど、ありがとうございます。 すみません。失礼いたしました。あの Q&A に、あの、ご質問いただいております。えっと、小野様ですね。あの、田辺、えっと、三菱製薬株式会社の小野様から、あの、ご質問いただいております。ご講演ありがとうございます。膜ウ化製の実験データも誤差を含んでいると思いますが、計算値の誤差と、 あ失礼いたしました。計算値の誤差とはどの程度違いがあるのでしょうかまた、それらの誤差を考えて計算をされているのでしょうかというご質問をいただきました。はい。えっ、ー、と、小野様あの、えー、ご質問ありがとうございます。あのこの分野の大変あの著名な方ですので、えーと、ご質問いただいて感謝いたします。えっ、ー、と、まず、 実験値の誤差についてなんですけれども、あのご指摘のとおりでして、えっと、私はあの実験ができない人間なので、あの現場での誤差の感覚というのは分からないものの、えー、実はあのデータベースを作ったときに、あの同じ、完全に同じ構造を持っているものに、全然違う値が論文で発表されているというのは、あの我々でも認識しています。ただそれが そのやっぱりグループも違いまして、いろいろプロトコルも違うので、あのい,いわゆる実験誤差というよりは、えーと、設定の違い等もあるのかなということで、えー、とあまりです、ね、あの分析ができてなくて、えーと、一番新しくパブリケーションされた値が正しい値というふうにもう仮定してしまって、 あの今、相関とかを見ております。ですから、あの本当にご指摘のとおりで、本来、サイエンスとしては、実験値のほうもエラーバーがついていて、計算値のほうもエラーバーがついていてという議論をすべきだと思います。それはご指摘のとおりですで。実験値についてはあの、どこかの特許や論文で1個出てた値を、もう正しいと思ってやってしまっていて、えー、とはいあの検討できていないということです。 それから計算値についてもですね、さっきあの2万 GPU 時間ぐらいというふうに、まあ、前のアーキテクチャの GPU でですけど、申し上げまして、それをですね、あの違う乱数や違う、えー、設定で十分にやって繰り返すということはあの正直できていないです。で、えー、っと本来はあのご指摘の通、えー、とおり、計算値もエラーバートで示すべきなんですけれども、 あのほんのちょっと速さが変わっただけで、えーと、予測値がだいぶ変わってしまうという現象について、えーと、計算側のエラーなのか、いや、そうではなくて、実際に、えーとまあ、そういう現象なのかというのを、まあ、今、やっと見ようとしているところです。あの本当にまだよちよち歩きなので、えー、とエラーバーですとか、えー そうですね。この技術がどれくらい信頼できるものかというのをの、説明するには、まだあと数年必要なのかなと思っております。あの以上でございます。山瀬さん、ありがとうございました。小野様、あの、大丈夫でしょうか。もし何かの追加のご質問がありましたら、ぜひ。あの、この場で、はい、またいただければと思います。 その他、あの、皆様、ご質問いかがでございますでしょうかあ,あ、はい。あ先生、ちょっとあの、ご質問、挙手で、あの、森下様から、あの、いただいております。森下様、今、あの、マイクの方、お渡ししますので、マイクの方は、あの、ミュート解除のお渡ししますので、ご所属とお名前とご質問よろしくお願いいたします。 はい、すみません。聞こえておりますでしょうかはい、聞こえております。ご講演ありがとうございます。酸素研の森下と申します。えっ、ー、と、すみません。ちょっと私も、あの、共同研究者と一緒ですけど、あの、まあ、低分子ですけど、あの、えっ、ー、と、バックタンパクの透過シミュレーションやっておりますので、ちょっとテクニカルなことをお聞きさせていただければと思います。えっ、ー、と、それで、あの、まあ、エンハンスドサンプリングの手法をいろいろ試されて、 まあ、結局、アンブレラサンプリングが落ち着いたというお話だったと思いますけど、特にちょっとあの、まあ、あの教えていただきたいんですけど、あのメタダイナミクスやスティアレ r f d がまあうまくいかなかった理由というのはまあちょ、ちょっと簡単にはこう説明されてましたけど、もう少しお聞かせいただくことは可能でしょうか。はい。えー、っと、うまくいかなかったというのは、えー、っと、まあ、あれはあの本当に、えー レプリカをたくさん使うんではなくて、1、えー、つのシミュレーションで、えー、と通そうとしたという意味で申し上げていまして、まあ、待っても待ってもあの中央を越えて向こう側に行かなかったというのがあの観測された現象で、理由は、えー、とサンプリングが足りないからなので、えー、と実は 224GPU 使うんであれば、 <laughs> 違う段数で224個くじを買えば通ったりするのかもしれません。あはい、ありがとうございます。えー、っと、そうですね。ちょっとあの、まあ、なかなかメタダイナミクスは、あの、私から見ても、こういう経緯はやっまり、まあ、あの、うまくいかないかもしれないなとはよくわかるんですけど、スティアード MD ですと、まあ、 うまくいくいかな、まあというのも我々低分子なんですけど、えーまあ、ログ MFD という別の新しい手法を使って、まあ、やっているので、まあ、極端な話本当にご講演にもお話しされたようにあの無理やり引っ張りますので行くことは行くんですねただあの今回のようなあのちょっと中分子と言いましょうかねそれがどこまで行くかわかりませんのでまあ,あのその辺はちょっと何とも言えないところですけど確かにおっしゃる通りあのそおりそれだけ 並列環境が整っているとであれば、まあレプリカフォガまああるいはステアあとあのレウス、えー、とあとは何でしたっけ、えー、ンプレジャーローですか、あちらなんかもの方が有効なのかなというのはえっ、ー、とよく理解できました。すいません、どうもありがとうございましたあ。あの森下様、ちょっとじゃあ追加で申し上げます。あの実はあのステアド MT はあの。 ある意味、えーと、我々も使わせていただいている方法でして、えっ、ー、とですね、<laughs> ちょっとご説明が良くなかったんですけど、えっ、ー、と、28個のレプリカを、えー、置くんだけれども、その初期値をどうするかが問題だというふうに先ほど申し上げました。で初期値を作るために、何通りかのステアード MD で右から 左まで、引っ張っ張ていますであのステアード MD にはすごく期待していてその、あんまり急に引っ張っちゃいけませんけどあの、しずしずと引っ張っていくと、それぞれのところであのいろんな形を取ると思います。でただし、えっと、それだけではだめなのはあの、これぐらいの中分子になってきますと、あ,のあまりにもあの自由度が大きいので、 えとそれぞれの場所であのステアードで引っ張ったときにどういう横顔を見せたかだけではあまり何も計算できなくてあのステアードで引っ張った後に500ナノセカンドそれぞれのところで、えー、とどういう振る舞いをするかを毎回ステアードと組み合わせて見ているというのが正しいご説明だと思います。以上です。あ,ありがとうございます。えー、とすいません。えっと あ、そういうことですか。あのー、結局、スティアード MD でよくやられるのは、あの、PMF を計算するときに、ジャージスキーの等式を使われるの、使うことになるので、その収束は非常に遅いんですよね。ですから、ほぼスティアード MD では、これだけ大きい系だと難しいと思ったんですけど、えっ、ー、と、まあ、そうしますと、今のお話ですと、まあ、あの、逆に言うと、実は我々がやってる方法と非常によく似た方法をやってらっしゃる。 とといううことのようですねあのステアードで引っ張って、止、え、め、ー、て、平行化させているということで、そ,ですね、それでうまあまあ、いくいと。はい、食地の作り方がこれで一番いいのかはからないんですが、あの私たちは最初の頃ステアード MD をひたすらあの絶望的なあの思いで、ずっとステアードやってたので、まあ、その時の,のこともあり、食地を作るのには、ステアード MD を使わせていただいています。 あ、すみません。ありがとうございました。あ、それでは、すみません。じゃあ、もう一個だけ、あの、これ、プログラムは、えっ、ー、と、何を使って MD 計算されてますでしょうか。はい、あの、ナンバー20です、ほぼ。なるほどあ。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。その他のご質問、等ございますでしょうか。 すみません。あの、大変申し訳ございません。あの、お時間も迫ってきておりますので、こちらで一旦質問を、あの、締め切らせていただきます。あの、追ってご質問ございます場合はですね、あの、アンケートに、あの、ご記入いただいたりとかですね、あの、弊社の営業担当まで、あの、ご連絡いただきましたら、追って回答させていただきます。では、改めました。秋山先生、あの、本日は、 ご講演いただきまして誠にありがとうございました。今日の機会いただきましてありがとうございました。ご紹介ありがとうございます。ありがとうございました。そうしましたら、あの、大変恐縮でございます。あの、最後にですね、弊社からのご案内簡単に、あの、画面共有させていただいて、ちょっとあの、ご説明させていただきます。先生、ありがとうございました。 はい。あの、アドバンスソフトからの情報提供ということで、簡単にご,あのご案内させていただきます。はい。あの、今後のセミナーの予定ということでですね、あの、本日は秋山先生の方に大変貴重なご講演をいただきましたけれども、あの、第3回、第4回と、既にあの、お日にちと、あと、えっ、ー、と、テーマとですね、あと、ご講演いただく、あの、先生の ええと、もう予定が決まっておりますので、ぜひあのご興味あるあのまたテーマ等がございましたら、ぜひあのホームページからあのご参加のご応募いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。またですね、弊社あの人材募集についてということでですね、あの、広くあのシミュレーションに興味のある技術者の方、 をですね、あの、広く、あのー、求めておりまして、あの、ぜひ、あのー、技術者の方、学生の方、あのー、興味ありましたら、あのー、ホームページの方に、ぜひ、あのー、お問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。最後にアンケートのお願いでございます。あのー、本日、あの、アンケートを へののご協力をおお願いしておりますあのこのアンケートの情報をもとにですね、あの弊社からの情報等もご案内させていただくこともありますかもしれませんけれども、あのそこはあのご了承いただきまして、あのぜひアンケートの方にご記入いただければと思います。またですね、あの本アンケートにおける個人情報の方はこちらにも書いております通りあの弊社以外の第三者にはあの提供ですとか開示すること一切ございませんので、あの また個人情報についても最新の注意と最大限の努力を持ってあの保護管理を行っておりますのでよろしくお願いいたします。あの、体積ボタン最後ですね、クリックしていただきますとアンケート画面に移りますので、あの、ぜひ、あの、忌憚なきご意見といいますか、いろいろなご意見いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。あの、当社はあの、今後もですね、いろいろ情報発信行ってまいりたいと思っておりますので、あの、 今後の参考にですね、ぜひ皆様のお声ですとか、そういったことをあのいただきましてあの、ご協力いただければと思います。以上をもちましたあの、本日のプラグラムを全て終了とさせていただきます。秋山先生、改めまして、本日は素晴らしいご講演、誠にありがとうございました。 また本日あのご参加いただきました参加者の皆様にも心より御礼申し上げます。大変にありがとうございました。閉会とさせていただきます。